先行のサブウェイ。はい、じゃあね、始めていきたいと思います。10月24日、木曜日。はい。えー、ちょっとびっくり、びっくりしましたね、本当に。えー、なんと、居酒屋ね、えー、まあ今、居酒屋がメイン事業じゃね、もうもはやなくなってるわけなんですけれども、えー、渡ミですね、えー、渡ミさんの方はですね、なんと、サブウェイね、サブウェイの日本ね、えー、事業を完全にね、えー、子会社化ということで、 え、居酒屋ね、チェーンを展開するワタミは、サブウェイの日本法人を買収し、ファーストフード事業に本格的に乗り出すと発表しましたと。で、え、ワタミね、渡辺美紀ね、会長兼、CEO ね、社長、日本サブウェイを完全子会社化することを発表させていただきますと。もうサブウェイしかない。サブウェイをやろう。どうしてもやりたい。ね、外食大手のワタミは、今日サブウェイとフランチャイズ契約を結び、ファーストフード事業に 参入すると発表しましたと、えー、わたみといえば、みらい坂やトリメロなど、居酒屋のイメージですが、大人数での宴会などが減ったことに加え、えー、若者を中心にアルコール離れが加速、国内の人口減少も相まって、えー、市場は縮小傾向です。と、えー、わたみ、えーね、渡辺美紀、ねえー、社長、ねえー、わたみのブランドももう40年経ちましたと、創業してかなり年も取ってきました。えー、わたみの,の宅食は高齢者向けであります。 えー、そうじゃなくて、若者に人気のブランドにもう一回戻そうじゃないかと、えー。ファーストフードは今後も市場規模が拡大していくと見られ、現在178店舗のサブウェイを3000店舗規模まで広げたい考えですということでね。なんかこのニュースだけ見たら、もうなんかサブウェイをね、買ったみたいなね、買収しましたっていうようなね、感じですけれども、IR の方をね、読んでみると、全然またちょっとなんか印象がね、変わってきて、 えー、25日、日本ねサブエ合同会社の全持ち分を、えー、取得し、子会社化すると発表したと。取得額は、必、え、修、ー、主費義務のために非開示としており、えー、10年間のマスターフランチャイズ契約を結んだと。ワタミはサブエ事業参入により、食の業総合産業としての事業展開を強化すると、ワタミの連結産業に、えー、連結業績に与える影響は、 警備と見込んでいるが、今後開示すべき事項が生じた場合は、速やかに公表するというと。サブイは1965年にアメリカで誕生と。日本ではサントリーホールディングスが1991年にフランチャイズ展開する権利を取得し、92年に初出展、2016年には権利を返上し、保有株式を売却したと。国内店舗数はピーク時を下回るが、国内メディアの報道によると、ワタミは現在の 178店舗から、えー、将来的には3000店舗以上に増やす計画だという。えー、日本サブウェイの2023年12月期の売上高は、えー、5, 5億3600万円。営業利益は3000万円です。ということでね。まあ、一応ね、子会社化してね、まあ、買収という形になるんでしょうけれども、まあ、えーね、10年間のマスターフランチャイズ契約を結んだということなんで、えー、まあ、このね、あの、独占契約をするね、 え、権利を持った会社の株をね、全部ね、取得しましたよということなんで、まあ、10年間のフランチャイズリーズね、契約できるね、権利を取りましたと、まあいうような感じなんかなと思いますけれども、いやー、本当にね、完全にね、もうこの先ほどのね、ヤフーのニュースでもありますけれども、もう完全にね、あの、見切りをつけたなと、居酒屋事業ね、一応まだやるけれども、もうそこからちょっとね、フェードアウトしていくよとね、まあコロちゃん家でも、もう店舗をね、 えー、大型店舗はもう閉めたりとか、えー、そしてね、まあ、小型店舗の方に移行したりとか、えー、なおかつね、唐揚げとか焼き肉の方ですね、まあ、そちらの方にね、えー、業態転嫁、ねえー、しながらですね、徐々に居酒屋部門をね縮小してきたね、渡美さんですけれども、えー、まさかのね、ファーストフード事業にね、参入しますよということで。 サボエね、下関にもね、ありましたけど、まあ撤退してからね、下関にはもう今なくなっちゃったわけなんですけども、170ね、えー、何店舗ね、あったんですね。えー、178店舗ですね、えー、あったということで、まあこれをね、3000店舗ね、えー、までにやりたいようて、3000店舗ってね、まあまあすごいですけどね、えー、大手ね、大手フランチャイズチェーンでも、まあ1000店舗ぐらいでね、頭打ちだと言われておりますけれどもね、 いやーね、3000店舗ね、出店余地があるとね、渡辺美希会長はね、思ってらっしゃるんでしょうから、ああ、すごいなーという感じですよね。で、渡辺のね、まあ、ええー、まあ、トータルのね、えー、事業のね、割合を見てみますと、まあ、宅職がね、今、ほとんどで、まあ49、49%ですね、まあ、全体の。で、えー、国内のね、外食、外食が39%、ね、海外外食が8%、で、環境が3%、 農業が1%ということでね、環境って何なんかなと思って調べたら、まあ、風力発電とかね、えー、太陽光発電とかね、まあ、そちらのエネルギー事業の方ですね、まあ、そちらの方をやってるということでね、あ 3, 3ぐらいあるんだと思ってね、えー、驚きましたけども、海外、ね、外食の方もですね、えー、M&A、ね、費用をこなしてですね、まあ、黒字化しましたよということなんでね、まだアジア中心にしか出してないんで、まあ、今後ね、えー、欧米等に、ね、出していくと、まあえとねあのー、海外でもね、 えー、居酒屋人気ですからね、まあ、そちらの方でね取、えー、っていくとしかも高級路線の居酒屋で取、えー、っていくとまあ、居酒屋とかね。か、え、ね、ーまあ、日本料理系で行くんでしょうけれどもね、まあ、そちらの方でねまあ、欧米で今ねやってるような、まあえー、カポ料理屋さんとかお寿司屋さんというのはね めっちゃ儲かってますから、まあ、そっちの方に行くんでしょうね、という感じですね。安売りの居酒屋っていうよりは、ちょっとね、付加価値のある、えー、居酒屋を、居酒屋というかね、まあ、料理屋さんみたいな感じでやるのかな、という感じですね。はい。で、なんぼで買ったんかな、というのは気になりますけどね。で、渡見さんね、今、キャッシュなんぼあるんかなと思ってね、え、季報見てみたら、えー、ね、現金で103億円ね、持ってますよ、ということなんでね。 えー、なんぼで買ったんかなとっていうのはね、もうちょっとね、下世話の話ですけどね、<laughs> めちゃめちゃ気になりますけどね。まあでもね、渡、え、美、ー、さんがもうね、居酒屋ね、わーってなったのに、えー、まあまあ、ブラックやなんだね、まあいろいろありましたけれども、えー、ね、まあ、時代の移り変わりでね、まあこれちゃんかを経て、その後のですね、まあ、少、え、子、ーまあ、高齢化ですね、まあ国内はどん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 縮小していくし、まあ若い子はね、まあ、お酒離れという名のね、 まあ飲むし、飲むか飲むけれども、基本的に金がないから、えー、飲めないっていうね、まあ外食しねえよというようなね、えー、感じで、えー、もう安いもんしか買えないからっていうね、面、え、も、ー、ね、もねえー、多分にあると思いますので、まあ単純にね、金がないっていうね、まあ、昨今のなんとか離れって、もう一言で言ったら、金がないでね、ロ、はい、論パっていうね、パターンがあるわけなんでね、まあ車がね、車離れとかね、えー、なんだか、なん,だかなんだか離れとかね、いろいろありますけれども、えー、まあ車もね、高いからもう今、軽でね、 えー、なんだかんだでね、300万ぐらいになるらしいんでね、もうそらかええやろうというね、世界観なんでね。で、それプラス、えー、保険料ともね、これから上がるでしょうから、そうじゃなくてもね、20代前半のね、保険料ってね、めちゃめちゃ高いから、まあ、それを考えたらね、その保険料と、まあ、車体価格ですね。まあ、そんなん考えたらね、本当に車なんか乗れねえよと、もうレンタカーでいいよというね、えー、保有するんじゃなくて、もうね、えー、もう借りると、えー、シェアすると。 ね、そちらの方じゃないと、まあ維持できないから、まあそちらの方にね、やりますよというぐらいのね、感じになってくるんだろうなと思いますし、まあね、酒離れって言いますけれどもね、これ、こちらの方も、昔はですね、えー、上のもんがね、えー、こうやってね、忍び行こうかーって言ってからですね、えー、全部おごってくれたりとかね、まあ大部分、大部分ね、おごってもう、あお前らもう1000円だけでいいからみたいなね、ちょっと格好つけれるようなね、まだ余力があったね、えー、我が国ジャパンですけれども、もう今もね、今はもうちょっとそういうことがね、 かっこつけれるようなね、ちょっと上の人がね、中核管理職がね、我々氷河期世代なんでね、金持ってないんでね、そんな格好つけれるようなね、ところっていうのはあんまないでしょうし、ちょうどね、ご結婚されてる方だったらですね、住宅ローン組んでたりとかですね、お子様のね、学費等でね、一番金がかかる時期なんで、そもそもがね、その後輩にね、溺れるようなね、余力を持ったね、そういう中核管理職にね、よというね、世界観になってますので、 まあ、そうやってね、上の門が下の門にね、おぼるというね、えー、行為自体もね、ちょっと不可能に、ね、なってきておりますし、デフレのね、頃だったら、まあ、そうやってね、安いからね、あよい,いよい,いよい,いよと、ね、と全部やるよと言えたのが、まあ、昨今ね、えー、普通に、えー、居酒屋でもですね、まあ、客単価がね、4000とか5000が、まあ、ざらにになってきましたのでね、わーっとね、若者連れてったらね、簡単にね、5万、10万とかね、いっちゃったらね、普通のね、40代、50代のね中間管理職のね、 お父さんのお小遣いじゃね、まかないぐらい、まかないないぐらいのね、まあ金額になってしまいますので、まあね、かこつけれないよね、という感じですよね。まあそこで、会社がね、まあ経費としてね、えー、見てくれてね、まあ領収書で切らしてくれるんだったらいいんでしょうけれども、まあそういうのもね、なかなか難しいでしょうから、えー、非常にね、えー、そうやってね、昔みたいなね、あの上のもんがね、よし行こうか、つったからね、えー、行けるようなね、感じでもなくなったし、 えー、コルチャンカを経てね、まあそういうね、企業風土があった会社ですらですね、もうその飲むね、飲んで飲みにーションでわーっていうね、もうなんやったらもうね、うちに来るやったらもう酒飲めないとね、もう勤まりませんよ、ぐらいのね、感じのところも、えー、もうコルチャンカを経てね、もうそういう文化がだん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 廃れてってですね、えー、そういうなんかね、飲みにーションっていう感じじゃないし、もうその後輩をね、誘う行為がなかなか難しくなったみたいなね、えー、ところもあるみたいなんで、 完全にね、まあそういうね、いこうっていうような文化がなくなったなっていうのをね、えー、印象を受けますねという感じでございます。はい。まあそれをね、敏感に感じたね、渡美さんが、ファストフードの方ですね、まあそちらの方で、まあお酒を扱わない方ですね、えー、まあこれちゃんかでも散々ね、えー、お酒を扱う業態がもうこう,こうなってるのに、まあそういうお酒以外のところはですね、こう逆にね、伸びてたりしておりましたので、まあね、本当に えー、そちらのね、ファーストフードの方に、えー、業態の方に参入して、まあ、これをね、えー主軸、主軸にね、していきたいなーっていうね、なんか思惑がね、えー、見え隠れするなーってまあ3000店舗をね、えー、目標にしてるわけなんで、えー、見え隠れじゃなくてね、もう堂々とね、えー、もうこのね、サブウェイで、えー、やりますよと、勝負かけますよっていうのをね、意気込みが、えー、本当にね、伝わるような、まあね、おニュースでございましたと、まああとは IR のね、発表でございましたということでね、まあ10年間ね、マスター、 フランチャイズ契約をね、取ったということなんでね、ああ、強いなと、今、178店舗、あの、店舗ですからね、まだまだね、一回こう、縮小をね、してるところもあるでしょうから、まあ、ここからね、渡見さんがやって、えー、伸びるか伸びないか分かりませんけれどね、えー、ね、そこで勝負していきますよということなんで、まあ、本当にね、居酒屋単体でね、勝負するということはね、 えどれだけ、ね、大変かっていうのがね、ワタミを見ただけでもね、ワタミの、えー、主力のね、ポートフィリオをね、事業のポートフィリオを、えー、見ただけでもね、ああ、これ、居酒屋単体で勝負する時代ではないなーっていうのをね、もう本当にね、思い知らさ,せされますけれどもね、えー、主力のね、まあ、宅食はまあ約5割ですからね、えー、で、まあ、居酒屋以外ね、居酒屋だけだともっとね、えー、下がるんでしょうけども、焼肉とかね、から揚げとかなんかそんなんね、トータル入れて約4割が、えー、外食。 え、国内外食を占めるわけなんで、まあ、今もうね、宅食会社ですよね、渡辺さんっていうのは。まあ、おまけ、おまけって言ったらあれですけどもね、で、居酒屋やってますよと。まあ、他の唐揚げとかね、あの、焼肉の方をちょっとね、こう、持ち上げて、え、居酒屋の方はちょっと縮小ね、ミニマムにやっていくというようなね、流れになってましたので、 えー、実際のね、あの、居酒屋だけのね、売り上げって何部ぐらいあるんかなとね、ちょっと調べたけどね、えー、その居酒屋だけの売り上げっていうのは出てこなかったんで、わかんないんですけど、この居酒屋だけのね、あのー、ね、売り上げ何部ですかってね、IR に出ましたからね、聞いてみてえなというようなね、えー、お話でございました。まあ、それぐらいね、もうなんかなかったことにしようというかね、もう居酒屋はね、えー、もうちょっとやりたくないですよっていうようなね、えー、感じ。まあ、やるんだったら海外で、えー、単価のね、高いね、えー 事業に変えてやりますよっていうようなね、まあ、感じになってますから、もう国内でもうもはや大型店舗はね、やりませんよっていうようなね、えー、感じになってますよねという感じですね。はい。ということでね、ワタミさんがまさかのサブウェイね、えー、やりますよと、ね,えー、ね、先行のサブウェイですね、マジで、えーね。先行のハサブウェイから撮ってますけれども、えー、すごいなぁとね、ワタミがサブウェイということですね。まあ、うちは、 何ですかねうちが例えると、うちがいきなりね、よし、えー、トリマンバーガー始めますみたいなね、トリキバーガーで壮絶にね、こけてる、まあトリキ族様ですらね、ハンバーガー業態ね、ブームビーっていった時に参入して、今、結局2店舗ぐらいしかないんじゃないですかね、確か。えー、っと、今どうなってるかわかんないですけど、ちょっと昔調べた時は2店舗ぐらいしかない、ね、なかった気がしますけども、居酒屋がね、ハンバーガー業態にね、 参入して散るっていうパターンもね、結構多々ありましたけどね、あの、コルチャンカで、えー、ね、唐揚げ、焼肉、で、ね、後半、えー、ハンバーガーみたいなね、ハンバーガーブーム、もありましたけどもね、えー、そこで、うち死にみたいなね、パターンもね、えー、多々あったと思いますけれども、えー、大手のね、鳥貴族さんですらね、ちょっとこうけておりますので、じゃあ私がね、あの、鳥マンバーガーじゃあ、ね、いきなりハンバーガー屋にね、えー、く,くら替えした瞬間にね、えー、さよならーってなると思いますのでね、 いやね。まあ、近所にもね、なんか、ハンバーガー屋さんがね、できてましたけれどもね。えー、ハンバーガー屋さん多いなあと思いながらね。まあ、あの、こうね、えー、この、でかいやつですね。串を刺してやるやつですね。あれ、どうやって食べたらいいまだ食べたことないんでね。あれ、どうやって食べたらいいのかなと思いますよね。えー、私、えー、おちょぼ口なんでね。えー、大好きなね。モスバーガーですらですね。ちょっとお,お口がね、べちゃってね。ちょっと食べにくいなあと思ってね。えー、汚れちゃうわけなんでね。 えー、あんな大きいね、あの、サセボバーガー的なやつですね。ああいうのはどうやって食べたらいいのかね、もう、何、ナイフとフォークで切って食べるのっていうようなね、世界観で、それかもう、おむきビーってね、潰してからね、えー、もうなんかちょっと大下んな感じでグーってやって、やや、やるのみたいな感じでね,、えー、ね、非常に昔からね、どうやって食べたらいいのかなっていうのがね、あの気になるところなんですけどね。まだちょっとああいう大きいバーガーデビューはね、したことないんでね、えー、モスバーガーですからね、ちょっとね、毎回ね、お口がちょっとべちゃべちゃになるから、吹きながらね、 食べるわけなんですけれども、えーねまあ、それぐらいねあの、いきなりね、居酒屋辞めて、ね、まあ、居酒屋辞めなくてもね、えー、じゃあちょっとね、あのハンバーガー始めましたってなってもね、なかなかね、あの大手ですらですね、あのモスバーガーさんですら、えー、まあ1個じゃね、お腹がね、空いちゃうから、ハンバーガーをね、2個頼んで、で、まあ、コーヒーのね、M を頼むとですね、1200円の1300円するような時代になっちゃったんで。 えー、じゃあ、個人がですね、こだわりにこだわってね、まあ、シャキシャキレタスのね、まあ、国内産のね、野菜を使ってですね、で、トマトですね、国内のトマトをね、ふんだんに使ってですね、えー、で、まあ、こだわりのね、えー地、地元のね、牛さんを使ってですね、えー、ねあの牛のね、あのお肉のやつをですね、パテっていうんですかね、あれを作ってですね、えー、じゃあね、えー、ハンバーガー作りましょうってなったらね、 簡単にねあの1000ちょっとぐらい1500円とかね2000円取らないといただかないとね原価が合わないよーっていう世界線にねこれからなっていくでしょうからうーじゃあね原価下げようと思ったらねそのお肉のね部員にねあー何鶏の胸肉混ぜるとかねそんな感じになるんですかねとかねなんか、えー、牛だけね牛100%国産牛100%とかしちゃうとですね、えー、アホみたいなね値段になっちゃうから。 全然売れないというかね、結構大変だろうなと思うわけなんですけどね、その代わり、それが売れればですね、単価はね、1500円から2000円ぐらいね、2000円近くですかね、ドリンクとか、他のね、ポテトとかセットとかね、そういうのをつけたらですね、客単価2000円ぐらいね、狙えるでしょうから、そうなったらね、結構ね、ワンオペでやるんだったら、ね結構ね、美味しいなと、原価率がね、ちゃんと合うんだったら、 あいいかなと思いますけれどもね、えー、普通にね、居酒屋がね、よし、ハンバーガーだ,だってやっちゃうと、えー、ね、帰り家にはいますよという感じでございますと、ね。結構あの、個人でもね、最近あの、ねえー、ご自宅とかでね、あとなんかキャンプ動画とかでね、えー、普通にあのハンバーガー作る、ね、動画とかが流れてきますけどね、おおもう今キャンプで普通に個人でね、えー、ハンバーガー作るような時代になったんだと思ってね、 あの、シるル感ですね。シるル感、こう、じゅーっとね、肉汁と、えーね、ね、えー、タレと、ね、あの、シるル感でね、わあ美味しそうってね、えー、思うわけなんですけどね、うん、客観的にね、商売人のね、あの、しせあの視点で見るとですね、うん、これはあの、キャンプ動画でね、撮ってるからね、美味しそうに見えるけれども、えー、これをね、あの、ね、売ろうとしたときにですね、まあ、例えば三掛けでね、普通に原価率30%としてね、えー、売ろうとしたときに、これは果たして、えー、おいくらぐらいになるのだろうかとね、まあ、そういう視点でね、 え、見てしまうわけなんですけれどもね。いやあ、すごいなと思いますよね。まあ、めっちゃ美味しそうだから、逆に言ったらもうそうやって、あの、個人がですね、まあ自分で作ってね、ハンバーガー食べるような時代になっちゃったんで、あのー、なんかハンバーガーというね、あの、食い物のね、この、なんですかね、基準がちょっと上がっちゃったんじゃないかなという感じですよね。あもうま,まマックはマックでね、もうもうマックだからまあ、マックっていう感じなんでしょうけれども、えー、ね、モスがね、えー、美味しいな、美味しいなーってね、僕は私もね、えー、思っておりますけれどもね、 個人で作った方がうまいじゃねえかってね。まあそれはね、まあ、原価率ね、えー、材料費の気にせずね、やりゃそそら何もでもうまいもんね。えー、できますよと、ね。肉の質を上げれやね、そらうめえよと。ね、思いますけれども、えー、ね、売るとなったらね、なんぼで売るのという世界観ですからね。えー、すごいなあというわけですね。はい。まあなんかね、そうやって動画でね、ハンバーガー作ってね、食べるっていうのが意外と流行ってるんですかね、今ね。はい。えー、というわけで、渡、え、辺、ー、さんがね、まあすごいと。 先行のサブウェイだということでした。はい。で、ね、うちも週末から金曜からね、あの求人また出しますけれども、えー、ね、パラパラーとね、今見てたらちょっと驚きましたね。えー、とうとうね、え来、ー、ましたね。なんと、えー、まあキッチンの方ですね、まあ、とあるね、えオープニングスタッフでね、えー、募集してたのが、下関で、これ初やないですかね、1300、飲食店でいうとね、1350円スタート。 のがね、えー、見つかりました私見つけてしまいました。うちのスタートが、えー、1250円なんですけども、完全にね、あの埋没してしまいました、ね。今までぶっちぎりでね、高かったのはね、1250円だったのがですね、まあ、オープニングスタッフで、えー、結構箱がね、でかいところだから、えー、ちょっと多めに取っとかんと、うんまあ、回らんから、もう最初からね、強気のお価格設定というかね、えー、時給設定にして抱え込んどかんと、 え、やりませんよ、ということでね、この金額にしてるんでしょうけれども、ホールですらね、1200円なんでね、えー、だけどホールとね、まあ、キッチンって分けてるんだなと思ってね、えー、その調理、何結構なんか、技術、技術を問われるようなことするんかなと思いながらね、えー、この1350円と1200円というのがね、えー、見つかりましたので、いやーうちが埋没したと思ってね、えー、本当にね、まあ、どこがやってんのかようわからんけれども、そのね、会社名とか書いてないからね、わかんないけれども、 いやーこれ、まあまあな規模のね、デカ箱だったんで、あこれ、大手資本だなと思ってね、まあまあなちょっと、ええー、ね、お金持ってるとこじゃねえとね、ここはやれねえような箱だったんで、うわあ、これ大手資本、大手資本の暴力儀だーと思ってね、もうこっちとらね、もうね、もう、ね、もうケツの毛まで抜かれながらですね、頑張ってね、ええー、1250円までこう上げてきたのにね、ええー、一発でね、もうね、うちなんかね、こう、うえ、いですね、もうぶん殴ってどけっつってね、 えー、1350円ね、持ってきましたからね。いやー、資本の暴力ですね。まあ、本当に、大手ね、金持ってるやつには勝てねえなというのをね、なんかまざまざとね、見せつけられたようなね、えー、金額提示ですけれどもね。まあ、本当にね、えー、すごいなとね、1500円ね、論争ありますけどもね、あとうとう下関にも1350円時代突入しましたよ、ということなんでね。まあ、これはちょっとね、応募が殺到、オープニングスタッフだしね、えー、応募が殺到するでしょうから、 で、大箱なんでね、結構その市内の、えー、その求人ね、えー、余力ね、えー、残弾をね、全部根こそぎね、持ってかれる、えー、流れやろうなーと思いながらですね、えー、私が働きに来てぇなーと思いながらね、週2からオッケーって書いてたからね、えー、日曜とね、月曜だけアルバイトに行こうかしら、みたいなね、えー、ね、スパイ活動にね、行こうかしらとね、ちょっと思ってみたりしますけどね、利益、利益儀持ってないはい、えー、はい、えー、バイトに行きたいです、<laughs> って言ってね、えー、行くか、 で、まあ、大箱なんでね、多分そんなに、えぇ、ー、ちょっと人が足りないからですね。タイミーさんが、えー、ね、タイミーとかに、えー、ね、この応募を出すパターンもあると思いますので、タイミーでね、まあ、行くのもありかなと思いながらですね。えぇ、ー、とうとう、1350円時代ね、突然したかと思ってね、ちょっとね、はぁ、ちょっとため息ですね。えぇ、ー、で、まあね、ちょっと、ね、あの、気休めですけどね、気休めの話を今からします。はい。なんと、えぇ、ー、鳥マンチャンネルね、えー、まあ、収益ね、 えー、ありますけれども、えー、これをね、時給換算するとですね、なんと、今ね、1500円超えました。あーまあ、これはですね、えー、投げ銭ね、えーまあ、静岡のね、あのリスナーさんがですね、投げ銭くださったね、まあ、5000円、まあ、5000円って言っもね、ピンハネされるからね、ね、えー、総主国にね、ピンハネされますから、えー、あれですけれども、まあ、それを入れてのね、1505円までいきました。じゃあ、そのね、えー、投げ銭がない場合で、何もですかって言ったらね、1270円、ね、超えましたので、 あ、うちの、ね、一番安い時給を超えたと思ってね。なんかそれだけでちょっとね、嬉しくなりますね。えー、ね自分で一番、ね、安い、ね、時給が1250円でね、募集かけてるのに、自分がやってる、ね、対価が、えーね、それより下回ったらね、これほど悲しいことはありませんので、まあ、せめて自分が、ね、何かをやるときは、それを、ね、上回っておきたいなっていうふ、ね、う、えー、に思うわけなんですけどね。まあ、本業だと多分これ、 下回ってると思いますけれどもね、えー、今のね、えー、もう悲惨なね、えー、毎日を、平日を具合をね、見るとですね、まあ、これ下回ってるかも、計算しないようにしてますけれどもね、えー、ねこの別事業のね、えー、うちのポートフィリオのね、2番手に君臨しております、こちらの、えー、ね、YouTube 事業の方はですね、えー、時給ね、1270円ね、行きましたよということなんで、えー、目標としてたね、最低賃金を ちょっとね、上回ってですね、うちの一番下の時給までね、超えてくるように、ねえー、なりましたのでね、いやー、ありがたいなーと思いながらね、まあ今月ちょっとね、ぐーっとの伸びてたんでね、何3回目ぐらいの、えー、ブレイクスルーがね、起こっておりましたので、ああ、ありがてーと思いながらですね、で、最近またちょっと再生数がね、えー、落ち着いてきましたので、えー、あれですけれどもね、まあ、えー、気持ち的にね、えー、ね、安らぎますね、こういうのを見るとね。はい、えー、というわけでね、まあ、 ワタミさんですらね、ポートフィリオがですね、1、2、3、4、5とね、5部門あるわけなんですけどね。で、細かいところを言うとですね、まあ、ね外食だけで言ってもですね、いろんなブランドが、ね、あるわけなんでね、業態を抱えての、トータルで外食がまあ、ね、その40%ぐらいを占めてますのでね、その中でも細かいね、いろんな業態がありますので、 いや、ポートフィリオってね、大事やなと思いながらね、もう主力一本だけでね、勝負する。で、あとよくね、指紋席あるあるですけども、えー、単品ね、ね、えー、単品商売ですね。えー、ワンブランド商売ですね。えー、ワンアイテム商売ですか。まあね、えー、タピオカよろしくのね、ああいう感じのワンアイテム商売ですね。まあそのワンアイテムって言ってもね、そのタピオカの中でもいろいろ種類があるからね、あれですけども、まあ大体そういうのはね、えー、バーっと一緒になってバーっとね、えー、すぐ終了ということで、 単品商売はね、指紋ではね、もうね、全然ダメだって昔から言われておりますし、実際ね、えー、まだ、まあ、いろんなのが来ますけども、まあ、一回パーッとなってね、すぐパーッとなるようなパターンがね、えー、大多数なんで、ある程度のね、なんかいろんなものがあるね、えー、業態じゃないと、えー、なかなか生き残れませんよってなるけれども、今の時代だと、あれもこれもね、できますよってやると、今度はね、 それを準備するね人手と原材料費とかね、そういうのがありますから、アイテム数もねちょっと絞っていかないと手が回らないし、材料費もなかなかね難しいとんでロスが出やすいということになりますので、ちょっとね難しい、非常に難しいね時代になりましたよというお話でございました。はい。で、現実に目をね戻しますけれども、今日のねうち、ね えー、もう本当にね、今月で一番、えー、悪いぐらいですね、2番目か、ね、悪いぐらいでね、えー、10月の、ね、一日にあったですね、えー、4860円、えー、ご来店人数2名様、ねえー、坊主の危機だって言ってですね、まあ、お二人が助けに来てくれたパ,パターンかな、これは。えー、その時に、えー、匹敵するね、まあ、それと、ね、甘辛いような、ね、感じで、 え、二番手で、えー、終了ということなんでね。えー、ただね、今日はね、あの、ドラフト会議があったんでね、まあ、それで、えー、ドラフトにね、年に一回、このドラフト会議をね、見に来てくださるね、えー、この時、限定のね、常連さんが、えー、お二人でね、ご来店くださってですね、5時から、えー、テレビ見ながらですね、えー、わちゃわちゃ言ってたわけなんですけども、なんとね、あのー、地元、安岡中学校ですね、私の地元のね、安岡中学校の出身でね、 えー、今坂くんっていうね、えー、こ子がですね、なんと、えー、オリックスのね、まあ、育成1位ですけれどもね、ね、えー、指名されまして、プロ野球選手、多場ということでね、うわーすげえなと、今坂ね、ともきさん、2006年生まれ、えー、で、えー、っとね、山口県下関生まれで、安岡小学校ね、2年で、下関ボーイズ、今2年生でね、公式入れるんやなと思ってね、で、野球を始めましたと。 で、えー、大阪ね、えー、学院大学でですね、えー、の1年に背番号19でベンチ入りと、えー、2年秋からね、キャプテンを務めるということでね、えー、目標とする選手はね、吉田正尚とレッドソックスということでね、いやー、ね、本当になんかめちゃめちゃね、あの人柄が良い子らしくて、もうね、キャプテンとしてね、こんなキャプテンおらんやろってぐらいの評価をね、受けてるらしいですし、野球センスも半端ないらしいんでね。 まあ、いずれね、まあ、レギュラーにね、上がってくるでしょうというね、えー、子がまさかの地元ね、野草かっ校だったということが判明しまして、えー、もんで、先ほどね、あの、SNS でね、Facebook の方でね、え、野草のね、先輩が、えー、反応してくださいまして、なんと、えー、福江の方らしいんですよね。えー、福江、野草の福江地区っていうのがあるんですけども、この先輩のいとこの友達らしくてね、うわっ関係、関係者来たと思ってね、めっちゃ近い人が来たと思ってね、 驚いたんですけどね。わあそうやってね、えー、地元からね、プロ野球選手がね、生まれるというね、わあなかなかね、近年ないようなね、めでたい話やなと思ってですね、えーまあ、地元安岡ね、えー、盛り上げてくださったね、えー、今作君にね、ありがとうございますというね、お礼を、えー、申したい気持ちでいっぱいでございますと。はい。で、今日はね、もう劇中ということでね、もうね、えー、後半ね、あの、ふらふらでしたね、もうね、えー、もう、思考停止状態ですね。あー、やられたーっていうのはね、 っていう感じなんでしたけれども、もう帰ってね、あのスクローズをね、続きをね、見る元気もなくてね、もうそのままね、えー、こうぶっ倒れておりましたけれどもね、えー、それでもね、ちょっと寝れなかったんでね、こういろいろ考えながらね、もう一人ね、えー、脳みそ会議を開催しておりましたよということでね、はいということでね、もうちょっと本当に、えー、財布とね、心が疲弊してきておりますけれどもね、まあ、なんとかあのポキッと折れずにね、頑張っていきたいと思います、というお話でございました。はい えー、というわけで、えーね、先行のサブウェイトということでね、ワ、えー、さミが、ね、もう居酒屋を、ねえーもうね、着ぐるみ脱いで、ね、ファストフード事業に、ね、もうメインに育てていくような、ね、流れになってますよということなんでね、大手、ね、居酒屋チェーンが、ねまあ、そうやってもう,、ね、こう方向、かじを、ねえー、切ったということなんでね、いやー、まあ、大手がそんな見込みなんかと思うとね、まあ、個人で居酒屋を、ね、メイン事業に やってる身としてはですね、えー、しかも対し同じ、ねえー、業態な感じですね、まあ、高級路線じゃなくて、まあ、大衆路線で、ね、やってるね、えー、事業がメイン事業のね、私としてはね、わーというね、まあこの一言でしたね、というお話でございました。はい。えー、というわけで、えー、チャンネル登録とグッドボタン、スーパーサンクスよろしくお願いいたします。おやりがとうございます。